やばい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 、ジャンプ37-38合併号ということでですね、皆さん今週のジャンプ、はい、もうこれもヤバすぎましたね。てもうこんなにヤバいことめったにない。これはヤバい。もう見て、うん、この白ひげ海賊のマルコ、最後のページマルコ、マルコヤバいな。何キザルと互角にやり合ってる。ほんまにエグい。すごいこいつ。何やこいつ、マジですごい。まあ、ということでね、はい、このマルコの話からまずしていこうと思うわけなんですけど、いっちゃいましょう。皆さん見ました？何ですか、あの海軍大将キザル、うん、やっぱキザル言うたらすごい強いわけじゃないですか。はい、だって大将言うたら、そうです、青キジどんだけ強かったか。もうね、ルフィが殺されちゃいましたよ。そう、ルフィ一瞬でやられとったよ。そうですよ。でそのキザルこのシャボンディでやってきて、はい、でも足も出るかった、へえみたいな。一味完全崩壊ですからね。そうでね、ロジャーと一緒に、はい、あの食べてたレイリーが、うん、なんだか助けてくれたからよかったけど。そうだ、今レイリーおらんよ。どうするこれ、え、少女戦争。え、でもそんな、うん、キザル、隊長で止めれるの？いや、そうなんですよね。白ひげ本人じゃなくて、マルコが止めるという。やばない？ここなんですよ、やっぱり。だってさ、世界一の、うん、あの剣豪のミホークの、うんうん、斬撃すら、はいはい、ダイヤモンド・ジョズ。マルページね。そう。そう、ここなのよね、やっぱり。やつが止めてましたよ。あのミホークが。ミホークなんか、不服そうやもん。そうそう、白ひげじゃないやつが止めたの。お前、何出てきてくれとんねんっていう話もね。そう。これ邪魔しやがってという。ええー、みたいな。3番隊隊長にも止められてしまうというね。もしかして、うん、白ひげ海賊団って世界最強、うんうん、え、いやそうでしょ、現世界最強の男って言われてるから白ひげは。白ひげがそう言われてるのは分かるやん、はいはい、でも隊長もさ、こんな強いと思わんやん。え、なんかやっぱりそうなんですよね。バロックワークスとかさ、はい、考えてよ、うん、クロコダイルは確かに強かったよ、うん、え、でもさ、ミスター4とかさ、フォーフォー言ってたけどね、力はあったけどな、うん、もう微妙やな、微妙っていうかね、チョッパーとウソップが今コンビネーションで倒したり、ミスターボルフィンガーとか、ああミスターワンペア、どうでした？ミスターワンはまあまあわかるけど、ゾロにやられるのは、うん、でもナミにやられちゃう。いやいや、ナミはやっぱりビビのね思いを組んでさ活躍してくれたんですよ。いや、もちろんもちろん。でもさ、白ひげの隊長たちって、うん、いっぱいおるやん。そうですね、ここにたくさん映ってますけど。そうよ、どれぐらいかついたよ。まず剣持ってるやつとかいますよ。二刀流のやつ、うん、ヒゲのね、なんかビスタって名前の感じの顔してますね、こいつね。ビスタっぽいよね、やっぱり。多分ミホークも知ってるぐらいの剣の腕やと思うわ。あー、だ互角な感じか。じゃあね、ドレッドのやつ、これめちゃくちゃ僕なんかフォルムが好きなんですよね。この五老星のあいつとさ、ちょっと雰囲気似てるからね。俺ドレッド的にね。確かにこれも似てるかもしれない。そう、ゴロセロね、親族みたいな。はい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 、はい、え、ゴロセ系みたいな。もしかしてこいつ、え、マーカス。え、名前がマーカス。どういうこと。ちょっと分かんないです。マーカス系の子孫なの、ちょっと分かんないんですけど。そこは他にもね、いっぱいいまして、なんかワンワンみたいなの連れてるしね。そうそう、これなんだっていうの。あの、だから物に悪魔の実を食わせるという技術なのかみたいな。どういうこと。そうそう、それこそミスターフォーみたいなところ。そう、いいこと言いましたよ。だからラス連れてたでしょ。だって、あ、じゃあこれ悪魔の実かも知らんのや。そうそうそう、うわ、その横の下なめずりしてるね、うん、ナツタみたいな感じの名前のやつもすごいいいですね。ナツタ、うん、でも冬っぽい服も着てるから。カルスカに間取ってね。あ、なるほどね。いや、でもすごい強そうや、やっぱこんなにいっぱいおったら。いや、はい、まあ、ということでね、じゃあ今週も最初からちょっと一回呼んでいきますか。はい、まあ、でもほんまにちょっとマルコやばいわ。えぐいですね。ねえ、あのキザルとね、互角にやり合ってますから、うん、はい、まあ、ということでね、先週、はい、エースのね、あの過去が分かりまして、もう激エモでしたよ。やばい。はい、あの白ひげ海賊団にね、あのハチって書いた謎のあの魚人みたいなやつもいて、あいつ多分8番隊隊長なんでしょうね。あ、すごいちっちゃく映ってたやつ。すごいちっちゃく映ってた。あ、あれ、け、あ、そうかそうか、あれも白ひげ海賊団。多分あいつめっちゃ活躍すると思うんすよ。そうなん、え、まあ確かになんか海の真ん中にこうね、島あるしね。俺の予想なんですけど、ちなみに今回凍らされたじゃないですか、これ青生地。はい、そうですね。さすが強いなと。さすがです。やばすぎるなと、うん、でも氷これ割ると思うんすよ。ほうほうほう、あの魚人が。こんな巨大なやつを、うん、だって魚人って強いから。いやいや、魚人が強いのはそれは分かるんですけど、うん、ジンベとかいたし。そう、そいつはなんかそういう力があるんですか。じゃあ魚人からって1万段、うん、いやいや、数字がなんかインフレしすぎててちょっとよく分かんない。いや、でもそれぐらいやと思うね。マジっすか。多分、うん、あ、そうそうそう。で、まあアイスエイジで凍らせました。はい、やっぱ青生地強いね。やっぱ大将ですから、それはね、こんぐらいは凍らないと、ね。これは相当強いわ。だって一撃で決着する可能性ありましたからね、このまま津波がこれ降ってきたらね。てかさ、マジでグラグラって
や能力やばすぎ。もうちょっとね次元が違う。これほんまにさ終わるやん、うん、ワンピース確かに。こんな能力あったらさ、うん、えどうやって倒す。そうそう、だからね戦国が世界を滅ぼす力持っていたんだみたいな。そうワンピースを目指すってことは、はい、倒すってことやろ。まあまあこういうクラスの海賊とも戦わなきゃいけなくなるんでしょうねいずれは。どうやって勝つやっぱ四皇の力がそれだけ半端ないわけですよ、うん、こんなあのあんな波来たらさ、いくらギアサードでやってもさ、うん、無理やで。そうですね、サードじゃまだ無理、フィフスぐらいまで上げていかないと。いやそれはさすがにだってギアフィフスで、うん、まだ足らんでそんなんじゃ。あ無理か。だってさ今回ニート3一気に出たやん、うん、次のこのショーで多分4出るんよ。確かにそ そうこの戦争でそうさらに出そうな気がする。出ないと、うん、もう追いつかへん。次のショーで多分5出るやん。うん、はいはい、そうですね。じゃあさ4校とかと対戦するときは、はい、もうギア20ぐらいいってる数え方がちょっと難しいんですよそこに行くとね、うん、もうねそれ誰でも分かるで。いやいやそんな分かるもんなんですねどうしたのすけ。すいませんでしたちょっと、はいはい、鈍りましたわ。でまあこのさっき言った白ひげの隊長とかが出てきて、はい、そうですね。その後ですよ、うん、海軍本部の中将たち。いややっぱね向かう敵も強力ですよねこれは。いやこれすごい強そうなやつらばっかだな。なんかエニエスの海のバスターコーに参加した人いっぱいいるじゃないですか。ほんま？ねえ誰？左端の人とか右端の人とか。あ確かに真ん中もそうですよねこれね。確かにこのね、うん、なんかいっぱい手生えてる、まあね、鬼雲みたいな感じの空気のやつとかね。確かに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 、うん、これイチゴ好きそうだね。こいつ残白刀持ってるかもしれない。え呼び出す残白刀やな。栄翔する系。栄翔しそう。栄翔中将これ、まあ、あとねこのあの仁王ヶ島に来てたこの人ねモモンガさん。あーっていう方。そうそうそう1と0は違う。あのリストカット系のね。いやいやいや中将の方です。自殺しようとしたわけじゃないですか。はいはい、まあ、みんなやっぱ強そうっすね中将。ね、まあそりゃそうでしょう。いやすごいわやっぱ海軍層が厚いね。おお期待ですよ。だからまあなんかゾーン系能力者っぽい人もいるからねこれ。確かにな、うん、いやでもほんまどうするんやろうな。だってルフィってさ、はい、勝てるん中将に。結構苦戦するんじゃないですか。だって大将がさ、あんな強いんやったらさ、中将も絶対強いやん。そうですね。だからルフィもしかしたらさここに出てる中将に負けるみたいな。というかまずねガープが中将なんですよ。あ確かに。だってウォーターセブンでボコボコにされてたでしょ。確かにこれはえぐいなっていう。だからみんなガープぐらいそうそうそう、その可能性あるわけですよこいつ。やば伝説級の海兵というか。それはやばいな。だからみんながみんな伝説を持ってる可能性があると。そうそうそう。うわえぐ。バスターコールも真っ青だなっていうさ、うん、びっくりするようなこと言ってるからね。だって青生地とかもおるからさ。だってそうそうそ そう青生地がおって真っ青ってね。だって10万人クラスの兵がいるわけでしょこの今マニア。ねあらゆる戦力がいるみたいなねこと言ってたんで。おつるさんでしたら弱そうですね。いやいやいやあれでしょ。だって戦国とかが多分なんか同じぐらいの世代なわけでしょ、まあ、もうババアですからね。でもさすがにだって大参謀って言われてますから。強いんですかね。知略で結構やるタイプじゃないですか。頭だけですかね。え頭だけですかね。いやだからそ結構罠とか仕掛けられる気がするんですよ。そういう感じか。そうそうそう、はい、トラップみたいな、はい、いつもね、はい、戦場に。確かに確かに、うん、でなんかよくわからん海賊団聞きましたけど、うん、これは白ひげ海賊団なんですか。まああれじゃ傘下のやつらもいるんじゃないですか結構大勢。あ白ひげ海賊団の。そう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 。でこんな精鋭打ちみたいなやつも。精鋭そうね。はいはい。まあ、魚人なのか何なのか、はい、タコもいるじゃないですか。確かにタコもおるね。タコはこいつは何なのかっていうね、うん、完全なロボの体みたいなもんね真ん中に。白ひげ海賊団よう分からないやついっぱいいますね。そうなんですよね。結構見た目もね尖ったタイプというか、いろいろ能力者とかも結構出てきそうなんですよね。確かに新しい能力。いやそれも楽しみやな。そうそうめちゃくちゃ見れそうっていう。誰来たいですかこん中やったら。えこん中だったら僕的にはこの、まあ、こいつ、はい、この真ん中やっぱりデカデカと一番地味じゃないこいつ。えでも絶対この声打ちの方が活躍するで。そう、うん、いやこいつは強そう。確かに氷こうやって超えてくると思う声打ちやからそういう英法みたいな。多分あの青生地の氷を利用して あの多分青生地を追い詰める。いいねいいね。そうそうそう逆手に取ってやろうと。確かに得意そうね。そうしかもさこいつエースと関係性ありそうやな。あーそういうエピソード見たいですよね。もしかしたら誕生日とか一緒かもしれへん。マジで。うん、そういう空気感あるわ。確かにな。うん、海賊って各々目的があるじゃないですか。はい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 。で結局はそのライバル同士なわけですよ、はい、どこまで行っても4校同士海賊でねっていろいろ縄張り争いとか結構してるっぽいんで。おそこのところで言うと例えば守衛海賊団とか傘下の中にも海軍が寝返っちゃいやすと
そういうパターンあるかもしれない。4校やで。いやいや、とはさすがに関ヶ原の戦いとかなんかいろんなその戦国期とかさ、しょっちゅうもう武将が寝返ったりするわけじゃないですか。いや寝返るよ現実はね。ね、だそういうパターンってこのリアルな戦いの中でも起こるわけですよ。いやでもワンピースそんな展開ないやん。そう、ワンピースで裏切り者とか見たことない。いやいや裏切り者ってそのはっきり分からなくても、例えばそのバロックワークスにいたボンちゃんがさ、ずっとねバロックワークスでやってたけども、うん、そのルビーとかの友情のために最後ね動いてくれたじゃん。いやでもあれはもう全部倒した後やから。ああそっか。そうそう、筋はまあ一応通ってるというか。ああ戦いの最中にじゃない。そう、戦いの最中に、はい、裏切るとか、はい、そんなワンピースで見たことないもん。あそうっすか。でもだからこそなんかやってくるとか。いやいや、ブリーチだけアイゼンだけですよそんなびっくりするようなことするのは。いやいや、さすがにまあまあオアコみたいなとこありますけど、ブリーチアイゼンいつ倒せんねんほんまに。まずあいつはどこにおる。いやほんまにこうやったらアイゼン倒せるんっていう。会えないからまずさ。そうなんよ、ね、そこも気になるけども。そういうこと思うわけやけど、うん、いやだからそんな、いや裏切るとかありえへん。え、じゃあ彼に裏切るとしたら誰が裏切る。マルコ。マルコ、まあね、うん、びっくりするよそりゃ。一番大体重やから。右腕がそんなのだったらね、確かに。でもあいつやっぱめちゃくちゃ強いからさ。いやそうなんすよ。いやもう多分白ひげ倒して俺がこれから船長やみたいな、うん、一番やから。そういう展開。いやでもないと思うわさすがに。あのマルコに関しては、うん、これ何の能力やねんっていうところがめちゃくちゃ気になってますね。言うたら確かにこれ何の能力なんやろな。あとこの青い炎ってさ、今までなかったわけでしょ。要するに確かに炎ではある。メラメラの実2。スー単純なナンバリングなわけ。うん、いやなんかエースの本物の兄貴なんかもしれないどういうことやねん。いやルフィとはなんか違う感じやん。はい、だからもうロジャーの息子。ははこいつもロジャーの息子。嘘やろ兄貴でエースより先に生まれてた子ってこと。そう、何してくれてんだよロジャー。ロジャーどうぞ敵におい世界中にでも世界中に絶対さ、うん、炎やん、はい、エースと関係してる能力やと思うねんな。あなるほどね、炎つながりで。そう、青いってことは、まあ、メラメラとなんか対極にあるみたいなイメージなのかもしれないですよ。防御系のなんかね能力に特化してるとか。なるほどね。そうそうそう。あとなんかこのさ手とかがでも変化してるんですよね。確かに。これ何なのこれはね。その前のコマも何この黒いやつとか。背中から生えてるっぽくも見えるんですよね。羽なんこれ、はい、ゾーン系ってこと。わかんないですけど、やり方的にはまあロギアなのかパラミシアなのかっていう可能性高いんですが、ゾーンもありえるんじゃないですか。もしかしてポケポケの実モデルファイヤーってこと。何やって。何それ。ポケポケの実モデルファイヤー。ポケモンのファイヤーってこと、はいはい、燃えてるし。いやいや、ファイヤー赤い、ま、ずだから色違いそうきましたか。あめちゃくちゃレアじゃんね。はいはいはい。そうたまたま引いちゃったというね。確かに。だから睨みつけてる感じするわこのマルコ。いやいやいや、です相手の攻撃力下げてるわけじゃないんですよ別にこれで。確かに。うん、命中率100だけどね。なるほどね、うん、かなり特殊ですよねそう考えるとね。いやでもキザルのさ、うん、八坂田のマガタマとかもさ、そう意味あると思うねんな。名前に関してですよね。やっぱ最近古典ね、ほう勉強してるわけじゃないですか。まあ僕らそうです、学校ではねやっぱりそうですよね。もう日頃ね、うん、ようやく夏休みに入ったわけなんですけど、まあ、やっぱりもう古典っぽい風景を感じる、ねうんうん、あれでしょ、矢田の鏡とかも出してるじゃないですか。確かに確かに確かに。三種の神器的な雨の村君もありましたよ。あ確かに揃いましたこれ。だからあじゃあキサルって多分そういう系の人なんや、はい、だから僕日本史あの取ってるんですよ。はいはい、はい、選択で。だから結構その日本神話とかからやば取り入れてるかもしれない。そういうこと。そうそうそう。えじゃあこいつ日本神話のバケモンとかキザル。キザル自体はこれ化け物というかね、田中邦衛さんっぽいお顔してるんで。確かに確かにしてる。ああそういうイメージなのかと思うんですけど。すご、例えばピカピカの実がそういう太古の昔からあるとか。うわいやでもありえそうやな、ね、これほんまにみんな強いよな。絶対強いでしょそれはね。ねえダイヤモンドジョズもさ。ジョズコこれねダイヤモンドなんでしょうねやっぱね。この見た目からしてこれ何々の実なの。ダイダイの実。やっぱりダイダイの実のダイヤモンド実、ねうん、ダイヤモンドいけば、うん、シンプルにね。確かにな。シンプルにいけばジョズさ体ちょっと削ったら大金持ちになれるよな。まあね、本物のダイヤであり続けられるんだったら、なんかそうやって肉片に戻ったらグロテスクでしかない。それはそう、それはそう。本当だからそのレベルの高さで、七武海であってもこれだけやっぱ防がれるわけですよ。ミホークがさ本当の距離って言うわけなんですよ。これどういうことだ本当の距離って。ミホークって測量士とかもやってるってこと。いやそういうことじゃないでしょ。違う、そういう技能があるかもしらんけど、これはだから自分の立ってるね白ひげとのこの間、物理的距離じゃなくて本当に実力差ですよ。白ひげと本当に俺は実力的にどんな差があるんかっていうのを確かめたくやったけども、体調ぐらい
ぐらい止められてるから、そう、体重止められたってことはまだその本人にも届かないぐらい差があるんだよねっていう。いや俺最近ちょっと七部会やっぱ怪しいと思っててさ、はい、やっぱクロコダイルとかもさ、そう、ね、クソ雑魚な負け方してるわけやん。そんなその圧倒的にやられたってわけじゃないでしょ。小田先生もさ多分ちょっと思ってると思うね、はい、七部会7人もいらんかったかもしれへんよ、ね、あ多すぎたと。だから次の敵エネルにしたし、はいはい、それよりもなんか強さのサイファーポールにしたと思う。あそうか、めっちゃ強かったよルッチとかも。もうやばかったよ、やばかったよ。だってもうルッチとかさ、うん、多分ミホークワンパンできると思うねんな。あミホーク、だってもう体調を止めれてるからさ、そんな世界一の剣豪実はそんなに強くないんじゃないのかっていう。嘘でしょ。多分ゾロとかも、うん、目標達成の日近い。核に勝ったんで、そう多分もうこの後ミホーク戦始まると思う。いやいや、やってくると思う。戦争があってです、戦争にやってくると思うね。いやゾロが、うん、MGR 一味みんな、そうマジ集合しな。やっぱいやそりゃそうなんですけど、うん、とはいえだってすごいいっぱいいろんなとこ飛んじゃいました、ね、海域とかまたまたいない、またなんとかして来るんよ多分。そうなの、そうめちゃくちゃすごい戦争になっちゃう。さすがにコント、ゾロ多分ここでミホーク倒す。いやいやいや間違いというか、いやもう多分七部会この戦争で全員おらんようになる。絶対そう、横着しすぎてない、それ大丈夫ですか。だからそこからだってさ始まるの4後編が。あいや4後編、そう、あなるほど、いや間違いない。うんってことはじゃあモリアとかせっかく復活したのにもうこれまたやられてしまう、うん、あいつ多分もうすぐいなくなる。実力不足、嘘や、そうもうすぐ消える。クマとかドフラミンゴハンコックなりさ、ルフィがこう仲良くなったりもねしたじゃないですか。まあハンコックとは仲良くやると思う、これも仲間、仲間、仲間か、無限に仲間になる、はい、うん、10人目大胆ですねそれは。しかもいや10人目、あれいやいや5人目おかしくなってるね。いやいや誰か1人増えてるな、なんか頼みますけど誰も言いたいやろうかそれは。ビビビビ、あそう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 、ビビ仲間だから、まあ、ビビはね、わかりますよ、それはね、そうそう、危ない危ない危ないじゃないかもわかんないけどね。そのでも戦争だからどれぐらいその、まあ、盛り上がるというか、ここからまあ乱入者がいるとかとかもね。ああでも乱入するとしたら、まあ麦わらの一味来るやろ、はい、あと誰、いや誰やろうな。だからシャンクスがカイドウといざかざを起こしてたっていうのがあったんですよ。まあ止めたっぽいんですけど、カイドウが来ちゃうっていうのはもしかしたらあるかなと。シャンクスカイドウ、はい、止めたにもかかわらず、カイドウ来たらもうここ4校揃うってこと。まあ2人、2人目来るってこと、ね、カイドウってどんなやつなんやろうな。そうね、それ見た目わかんないですからね今のとこね。いや全然わからんよな。そうそう、でもシャンクスとなんか戦ってるんやろ、うん、小競り合いというか。じゃあまあ剣士とかじゃん。あそうね、シャンクス剣使ってますね。そうそうそう、あそれはありえるな。シャンクスもなそんなに剣強いんかな。まあねわかんないですよね戦闘がね、あんま使ってるとこ見たことないしな。うん、なんかウセロってね全部終わらせてきた系のね、男子っていうかね。あとでも乱入という意味では四皇はね様子見もあるんでしょうけど、うん、あの革命軍ね、だってあれでしょ、ルフィが賛成するってなってて、インペルダウンでは兄弟だからっていうふうになってたんですよ、はい、で、岩ちゃんが革命軍のトップドラゴンが、まあ、動くだろうから私も脱獄するみたいなこと言ってたんで、それドラゴンは来る可能性はあるんじゃないかな。あーなるほどね、うん、それは来るかもしれない。確かに激アツだと思うんですよ俺さ。最悪の世代もやっぱ何人か来ると思うね。あーもうこれやばい時代やん。まあまあまあ見てましたからねみんなね。そうで俺さ気づいてん、あなんか海軍中将にさ、見てこれこれマスク、はい、これ多分、はい、キラーのお父さん。仮面キラーのお父さんなので仮面なので一緒やし。一緒かな、結構近いと思う。まあまあ穴いっぱい開いててね。でブリーチもさ、うん、やっぱアランカルとかのあいや仮面持ちが結構強い時代がジャパンしてると思うね。まあデュバルもねあれ被ってましたから。あそうそう、せっかくのデュバル、そう多分そういう流れ来ると思う。あそうっすか、はい。なんか仮面取ったら意外となんか実はこいつだったのかみたいなこともありうるかもしれないですよ。確かに大変なってたのがお前みたいなね。誰なんやろうな、ね、あんまこんなやつおらんかったけどな。そうそう、はい。なんか他ありますか。やっぱあれですよ、前の話でさ、はい、エースのなんかその下りあったじゃないですか、うん、ロジャーの息子っていうことがまあ分かったんですけど、うん、まあ戦国とか政府のね上層部みたいなやつだってそういう D とかに関して結構知ってると思うんで、そこの謎、この戦争割と解き明かされるんじゃねえかなっていう気がしてるんですよ。えぐえ、ついに D 分かる。 D のなんかその力というか、だってクレハとかも言うとったもんな。そう、生きてたのか D の石はっていうね。確かにそこは熱いじゃないですか。いやえぐ、だってルビーも後々まあここから参戦してくるんでしょうから、結構 D が揃うわけですよ、ルビーと A。確かに確かに、ね、D が2人以上は確実にいるわけなんで。確かに、なんか D の一族のなんか秘密みたいなもの来るんじゃないのっていう。これ来るわ、やば、うん、じゃあもしかしたらさ、うん、D 全員揃うんじゃんここで。 D ドラゴンとか。そうドラゴンもそうだし、う黒ひげもでしょ。ティーチ、マーシャル D ティーチ、ティーチ来んやろ。
やめたのに。え、そうか、渋海今更加勢せえへんやろ。まあね、渋海としてもなんかやる気ないやん、まあ、あれはもうだからやめたんでしょ。気まずいやろ。そうそう、確かに確かに。親父にね世話になっとったやな。そう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 、どの面下げてっていうか、さすがにそんなあのヤバいやつちゃうと思う。まあね、人の夢は終わらねえとか、クソかっこいいこと言うとったから、まあ、いいシーンだってあれは。あいつはサッチとか殺してもうたもあれやけど、はい、これ以上あの白ひげ海賊団を手にかけるようなことはしないと思う、うん、それは絶対やめてほしいですね。そう、もうエースをこの捕まえただけで終わりやと思う、うん、だってじゃあエースはこれ殺しててよかったよって話やから。まあね、交渉材料にしたとはいえね、別にデッドアライブなんやから死んでてもいいからな。はあ、そうかそうか、そう、受け渡し方は自由と。そう、そう考えたらプロフィギュア来ません。まあなるほど、じゃあインペルダウンでやることやって、まあ、逃げていくと。そう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 、そう思う。それはで次の展開や多分。そうですね、うん、ナルトも面白かったな。ナルトはね、うん、切ない回やった。そうなんですよ、この桜のね、どうするんやろな、サスケな。いやー、まあナルトもなんか結構悩んでますからね。悩んでるよ。でも俺ナルトがさ言うとったさ、はい、俺はもうサスケのこと分からなくなってきちまったよみたいなこと言うとったけどさ、はい、最初からあんま分かってなかったんちゃうかなっていうことだけはちょっと思ってるそもそもずっと意思疎通取れてなかったんですよね多分でさ、復讐がどうのこうのとかさ、はい、いう話もしとったけどさ、はい、怒られると思うねんな俺、他の佐藤の長からしたら。ああ、こんなんさ、この木の葉のやっぱ事情やん。うん、そうですね。そうだから別にさ、その復讐がどうだこうだとかはもう置いといて、はい、じゃあお前んとこでもうそれ止めときやみたいな感じでなんか怒られる気すんねんなだからあの五影階段ね、うん、これやってて、でもなんかあいつが出てきちゃったじゃないですか。あ、そう、出てきた ね、 ね。だからこれ話結局まとまんないでそのまま乱戦みたいな。これは暁ラスボスやと思うねんな。あー、結局ね。うん、結局断蔵とかもさ、うちは死水だのって言われてたよ。これ断蔵はあんま好きちゃうわやっぱ。まあね、いやでもサスケ早く帰ってきてほしいな。もう突っ走っちゃってるから、取りつかれてますから彼は。いやでもやっぱサスケは復讐に、もう復讐もいや、イタチとのことがあったから。なんで解決よ。やっぱそのナルトを見て、うん、急に成長していくナルトが眩しかったと思うね、うん、やっぱ家系のこともいろんな大変なこともあったから、はいはい、天才の家系やとは言 う、 う、ね、天才ゆえの悩みというか。そうそうそう、まあ、だからもしかしたらナルトも、うん、凡人かもしれんけども、うん、立場が逆やったかもしれん。ああ、本来一歩間違ったら。そう、そういうことでこの二人は和解できる瞬間来ると思うねん。いや、それはしてほしいよ、もちろん。そう、だからしてほしいなっていうことで、まあ、今週は終わりです。暑いですね。はい、暑かった普通に。でもなんか知らんねんけど、うん、あの明日もジャンプ出るらしい。なんか分からへんねんけど、次8月24日いやでもなんか明日もあのジャンプ会できるらしい。なんでなんでなんで。そう、明日はまたジャンプ会、明後日はまたあののつけと深掘りを、はい、あのお送りするんでよろしくお願いします。あ、ぜひぜひ。それでは今日の会が面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、お願いします。それでは See you。 宿題やろうね。2009年8月7日ぐらいですよ。ストロングワールド、ストロングワールド、ストロングワールドめちゃくちゃ良かったな、ね、ほんまに。そうそうそう、あんな面白い映画なかなかないで、ほんまに最高や、やつや、わぁ。やっぱこれおもろいな。本日も動画を見てくださってありがとうございました。あふれ出る感情、チャンネル登録、もっと見たいな、高評価、みんなの元気を分けてください。